どうも、セイラです。今回は、これをやってたら好かれるわけがないというようなね、テーマで話していこうかなっていうふうに思うんですけれども、やっぱり人と接していく中でですね、相手のことをしっかりと理解していたりだとか、丁寧に接していたりだとかね、相手のメリットであったりとか、自分たちを含めたね、全体のメリットっていうものを考えていける人っていうのは、好かれていくよねっていうことは言えると思うし、実際そうやって人から好かれることができる、無意識のうちにね、人から好かれるっていう状態、人を笑顔にできるっていう状態っていうのを目指しているんですけど、僕たちは。そういう風になっていくためには、やっぱりね、周りを笑顔にできる普段の習慣っていうものを身につけておかなければならないわけなんですよ。でも、よく僕の元にね、コミュニティの方からも相談が来てて、人間関係がうまくいかないよと。嫌われたりだとか、人からそっけなくされちゃうよみたいな、そういったことを、相談してきてくれる方っていうのも多いんですよね。で、なぜそんなことが起こってしまうのかっていうのを深掘っていった時にね、僕が思うに、やっぱり自分が面白いこと、自分が価値を感じていることと、周りが面白いこと、周りが価値を感じていることを把握できてない人っていうのが、基本的に人から距離を置かれてしまっているよなっていうふうに感じるわけなんですよね。例えば、たまにいると思うんですけど、それ言ったところで何になんのみたいなことを、ケタケタと笑いながら言ってるような人っているじゃないですか。冗談言ってるんだけど誰も笑ってないみたいな。自分だけが笑ってるみたいな。そんな人っていたりすると思うし、例えば、ボールとかを持って、人のね、ものとかを持って、ういーとかって投げる真似とかしてね、いや投げてないやん、みたいな、嘘やんか、みたいなことを言ってるような人って、誰が得すんねん、その冗談みたいな、思うじゃないですか。なんやねん、それみたいな。誰も笑ってないけど、みたいな。そうやって自分が面白いと思っていることと、周りが面白いと思っていることの中にズレが生じてしまっている人ですよね。こういう人っていうのは基本的にあいつ痛いよなっていう風になってしまうわけなんですよね。で、なぜね、こういう風なことが起こってしまうのかっていうことですよ。なぜ自分が面白いと思っていることであったりとか、価値を感じていることが周りにはそれが価値を感じてもらえないのかっていうことなんですけど、これってシンプルに普段から矢印が自分に向いちゃってるからなんですよね。自分が面白いことしか考えない。自分が得することしか考えないっていうような、自分の中での視点の癖っていうものがあるから、どうしても周りの人が喜んでいることであったりだとか、周りの人が求めていることに気づけなくなってしまうっていうことなんですよね。絶対に覚えておかなければならないのは、自分が面白いからといって、周りも面白いとは限らないっていうことなんですよ。っていうか、自分が面白いと思ってることが周りも面白いのであれば、お笑い芸人さんなんてもう誰だってなれるわけじゃないですか。だって自分が面白いこと言えばいいんでしょ。でもあの人たちは自分たちが面白いと思うものとみんなが面白いものの中のこのバランスっていうものをとって人を笑かしているわけなんですよね。そういうのを常に探っているわけですよ。だから面白い発言ができるっていうことなんですよね。ビジネスとかでも全く同じで、自分たちが作りたいものを作ってても売れないんですよね。自分たちが作りたいものをみんなが欲しい形で売り出したりだとか、みんなが欲しいように説明するからこそ、しっかりとその価値を届けられるわけであって、自分がいいって思ったものをそのまま作ったって誰にも価値を判断されないような、いらないものになってしまうっていうことなんですよね。だから必ず自分っていうものと周りっていうもの、世間っていうものをしっかりと両立させていかなきゃいけないよねっていうことで、自分が楽しいこととか楽しめることとか面白いこととか価値を感じることだけで生きてしまうと、周りの人はなんだこいつってなってしまうわけなんですよね。そういった経験ってよくあると思います。こいつ絶対自分が認められただけで発言してるよなとか、こいつまた自慢話始まったよ。また自分に注目してほしいんだな、とか。そうやって、自分は言ってて楽しいじゃないですか。自慢話をしてる時だってそうだし、自分が面白いと思ってやってることを、例えば人を殴ってコミュニケーション取るような人とかっていうのを僕はそれに値すると思ってて、同じだなって思うんですね。だって、殴られて嬉しい人っていないじゃないですか。ちゃんと言葉で言ってくるよってなるじゃないですか。でもそれを楽しんでやってたりとかってする人もいるわけですよね。やってる側は。でもあれ楽しいのでやってる側だけなんですよ。それはね、小学校の頃に女の子が、もうとかって言いながら叩いてくるぐらいのレベルであれば可愛らしいですけど、それが例えば高校生とかね、大学生とか大人とか社会人になってね、まだやってるっていうのは結構良くないなって思うんですよね、そういうのはね。うん、だからそれって相手のことを全く考えてないじゃないですか。相手のことをしっかりとね、丁寧に接していたら、相手のことをバン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 殴ったりだとかね、暴言吐いたりとかっていうのはなかなかできないわけですよ。敬意っていうものを忘れてしまっている状態になっているということなんですよね。これってやってる側しか楽しくないんですよ。やられてる側って絶対そこにゴミを溜めているし、なんだよこいつってなってるし、どん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 距離を離していくわけですよね。なので、そうやって自分がこうやってコミュニケーションを取ったら楽しいからっていう理由だけでコミュニケーションを取ったりだとかしてるっていうのはエゴでしかないんですよね。だから人が離れていってしまうよねということなんですよ。だから私はこうしたいとか、私を認めてみたいな、そんなコミュニケーションを取っていると周りのことを巻き込んでいけないから人が遠ざかっていくっていうことなんですよ。人を巻き込んでいけるっていうのはすごく大切なことで、自分の空間に人を巻き込んでいく、自分の空気感に人を巻き込んでいくっていうことをしなきゃいけないんですよ。やっぱりね、コミュニケーションっていうのは。だから自分が好きな人、話してて楽しいなって思う人って、多分この人と喋ってたらなんかこういう空気感になるよなみたいな、なんかこの人と喋ったら癒されるよなとか、笑顔になれるよなとか、楽しいよなとか、そういう風にその人に影響されていく人だと思うんですよ。この人と喋ってたらなんか前向きになれるとか、この人と喋ったらなんか感動するとか、その人が持ってる空気感なんですよね。でそこに巻き込んでいける人っていうのが、やっぱこの人と一緒にいたいって思われる人で、逆にこの人と言っても絶対に面白くないと、なんかもう次からこの人と喋りたくないなってなる人っていうのは本人が楽しもうとしてるだけ、だから一緒になんかこうお茶行こうよってなってもずーっと愚痴聞かされてたら、あの人とちょっとお茶行くのしんどいなってなるじゃないですか。なぜならその人が楽しいだけだからですね。なので空間っていうのは、その空間において全ての人が同じような感情、同じようなプラスの状態になっていくっていうのがすごい大事なんですよね。だから僕も結構自分のコミュニティとかではそれを意識してて、自分が言いたいことを言うっていうよりは、こうなんかいろんな人がここを気づいてほしい、ここを気づくためにここにいる人たちにはこういった例えがいいのかなとかって結構考えるんですよね、こう文章とか書くときも。でそうやってこうしっかりとね、こう周りを巻き込んで、さすがにね、僕のコミュニティとかってもう1500人とかを超えてくれてるので、全員が全員にね、こう僕が意図したことを伝えるっていうのは難しいとは思うんですけど、でもできる限り、そうなってほしいと思いながら喋ってるわけなんですよね。もう全然自分が喋りたいからこういうふうに喋るっていうような話し方はしてないわけなんですよ。なので、そういう風な意識っていうのが大事で、もちろんできるかできないかっていう話をしてるんじゃなくて、意識を持つっていうことがすごい大事なんですよね。意識を持っているから、相手のちょっとした反応に気づけたりだとか、相手が求めてることに気づけるようになったりだとか、この空気だったら自分は今こういう活動をした方がいいなとかね、こういう行動、こういう言動した方がいいなみたいなことが分かってきたりするわけなんですよね。でも自分のことしか考えられない人っていうのは、例えば場を和ませるために誰かが自分のことをいじってくれたのに怒っちゃったりだとか、そういったことをしちゃうんですよね。そうやって自分のことしか考えられなくなっちゃうから、人もそこはさ怒るとこじゃないじゃんってなっちゃうわけですよね。だからそういうこう周りのこと、周りの空気感っていうものをね、しっかりと読んでいくっていうのが結構大事で、それをすることで、じゃあどれだけの人が楽しくなるの、自分のこの行動でどれだけの人が楽しくなるのとか、安心するのとか、大事なことに気づけるのっていう部分にね、しっかりと意識を向けながら発言とか行動をしたいというふうにね、僕自身もみんなでもやっていきたいなっていうふうに思いますし、これを言ったところでね、じゃあ逆に何になるのとか、ここまでやる必要ってあるのとか、自分の感情任せの行動になってないかなとか、そういったふうにですね、こう自分のことを見直すっていうのがすごい大事なんですよ。だから自分がもしね、嫌われてしまったとかね、人との人間関係がうまくいかないっていう風になった時に、今まで自分って自分のことしか考えてない行動をとってたんじゃないかなっていう風に見直すことがすごい大事だよっていうことなんですよ。ここを普段から冷静に見ていくことで、人間関係っていうのは良くなっていくというか、シンプルにね、こう自分の行動、言動が周りを含んだものになっていくので、変わっていくよねっていうことなんですよね。で、このご時世ですね、こう結構マイナスなこととかも多くなってきてですね、人から無意識のうちに奪っちゃうみたいな人も多くなってると思うんですよね。不安だからとか、しんどいからとか、なんかこうね、周りの空気がなんかすごいね、悪いからとかね、コロナだから、みたいな。なんかそんな感じでこうイライラ不安したりとかね、こうなんか憂鬱な感じになってしまったりとかってして、で、その結果ね、人から奪うような発言をしてしまったりとか、人を傷つけるようなことを言ってしまったりとかってね、そういう人も増えてくるかもしれないんですけど、でもなんかそこにね、左右されないでほしいなっていうふうに思うんですよね。なんかこうずーっとね、そのままの自分でありたいというふうにみんなに思ってほしいなっていうふうに思うんですよ。で、まあ、僕がよくね、コミュニティメンバーと喋って言われるのが、いや、セイラさん、全然、こう、世間の空気と違いますよね、みたいな。なんか、常にふんわりしてますね、みたいなことを、メールで言ってくれたりとかもするんですけど、こういうふうに、まあ、動じないようになってほしいなっていうふうに思うんですよね。まあ、僕だってね、叱られたりとかしたら動じますよ、そりゃ。動じてますけど、コロナとかで別に動じたりとかはしてないし、憂鬱な気持ちにもなってないんですね。で、結局自分の中だけで憂鬱になったところで良くないじゃないですか。別に何も良くならないじゃないですか。憂鬱な反省した顔とか自粛した顔しろみたいなこと言われてないですね。別になんか世間的に空気をなんていうの、自分は落ち込んどいた方がいいのかなみたいなのって景気悪くするだけじゃないですか。日本から元気を奪うだけだと思うんですね。だからみんな普通にこうね、まあ、自粛するなら自粛するでいいし、家でねいるっていうのはね、全然いいことだと思うんですけど、その中でね、なんか自分の感情とか空気感までも自粛モードにする必要はないと思うんですよね。自分は前向きでいればいいと思うし、ポジティブでいればいいと思うし、今のうちにこれやっとこうみたいなね、感じで、こうなんていうかな、前向きに生きてほしいなっていうふうに思うんですよ。で、そのためにも、やっぱりこう、普段からね、人に左右されずに、生きられるような心の軸っていうものを作っていくのが大事だし、まあ人を巻き込んで笑顔にできるようなね、まあそんな人たらしになっていってほしいなっていうふうに思うわけですよね。やっぱ自分が左右されたら人に影響ってできないので、自分がしっかりと何にも左右されない動じない心っていうものを手に入れて、その余裕を人に、伝えていけるようなね、まあそんな人たらしを、たくさん増やしていきたいなと、こんなご時世だからこそ増やしていきたいなというふうに思っています。ということでですね、まあ僕の、概要欄ですね、この動画の概要欄から、まあ LINE のね、友達追加っていうものができるようになってて、そちらでこうね、僕がどういう風にしてこういろんな人から応援されるようになったのかとか、コミュニティがそうやって千何百人とかのレベルにまで育ったのかっていうところ、そこの部分で僕がやっていたことをですね、1から10まで説明しているプレゼントっていうのをお渡しさせていただいていますので、ぜひそちらを読んでですね、こう心の保ち方であったりだとかね、人から応援される生き方であったりだとかね、自分が普段どういうことを選択していけばいいのかとかね、そういったところをね、見直していただけたらなというふうに思いますので、ぜひ受け取って読んでみてください。ということでですね、まあ、今回はこの辺にしておきたいなというふうに思います。セイラでした。ありがとうございました。